北伐は将軍に群がっていくのが実は将馬らしい将軍ファミリー。いやもう今となってはヤカファですよ。ヤカファ、ヤカラさん前々回通りも優勝ですからね。確かにもうこれは完全にもう格の差が出ちゃってますんで、まあ、今後はね、はい、こう将軍ファミリーってわけではこういかなさだなっていうのがまあありますけど、すごい自虐してる、まあ、はい、まあ、試合が始まっていく。やはりこのカードですね。で、まあこれあの今フォックスの有利要素を言ったんですけど、じゃあなんで五分なのかっていうと、撃墜が結構難しい。やっぱりフォックス側が同じパーセントで 100% になった時に、うん、そうそうですね、そう、それも完全にディディが有利になっちゃうんで、ディディ側は下強一発でも引っ掛ければ撃墜で、フォックス側はもうなんか空母とか当てなきゃいけないんだけど、背もちっちゃいんでそこちょっと当たりにくいんで、崖一回外出してから崖上がり狩りで撃墜っていうのがまあ一番その安定するやり方かなっていう。空中しろとかね、そうそうそうね、本当にフォックス軽いキャラなんでね、もう下強ウエスマおそらく 100% で、はいはいはい、バーストするくらいの、うん、な水野さんうまいですね、パーセントあまり食らってません。まだフォックスのターン到来してない感じですね、うん、そうですね、まあこのパーセントってやっぱまあ、フォックスとしては一、まあ、いいパーセントではありますよね。あの影響一発引っ掛けたらっていうのもあるし、 DA からも結構つながるし、ただそうこの D 当ててからの読み合いもちょっとだけ対 DD 難しくて、そうそう、あー低い低いですね。 5B に空中前、これですね、これよく見ますね。そうで、これはまあ確定で、そうで DD って暗い判定というか結構優秀じゃないですか、もう強靭な肉体、そう強靭な肉体持ってるんで、そうなんでコンボ選択がちょっと難しいんですよ。はい、空中前暴れとかもかなり強いですね。そう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 、なんで他のキャラ相手には入るんだけどディディにはちょっと入りづらいなっていう、うん、あのコンボもあるんで、そこをちゃんとフィリップが理解してるかっていうところです ね、まあ今のもそう、まあ、自分だったら回避をやっぱ 見たいかなと。でこれもそうですね、ちょっとあの横軸合わないんですよディディ。今空母であの当たんなくて空母で暴れちゃいましたけど、ああいうのは結構多くなると思うんで、それでリターン取り逃すと結構フォックス側としては火力不足でしんどくなってくる、まあ、取れるところで取れないとかなり、まあ、火力に差ができてしまうんですね。フィリップさん、また話があるんですけど、はい、まあ、スマヤドに住んでいるのもあって、はいはいはい、ニエトのリディが近くにいるっていうのもあって、あ、リディコングの対策一応できてるとは思うんですよね。まあ、そうですね、確かに。ですが、スイノコさんかなりさばいてますね。今のもったいないですね、もったいなかったですね、今のは。フォックス、うまいですね。あと 10% ほど保ってしまうとかなり激戦見えてくる。そうね、うまい、まあ、まあ、まだ大丈夫だと思うけど、大丈夫ですね、横スマぐらいかな。で、これもう危ない下ヒョウエスマですね。うまい、さあ空中のからの上スマッシュ、まあ、フォックス特別みたいなあれだ、フォックス特別なの。フォックスぐらいじゃないですか、空中上で上スマッシュぐらいです。ああ、そっちね、ああ、はいはい、そうだね。ディディの空中前攻撃、持続長すぎて、イリュージョンに置くと当たります。はい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 。さあ、下強から空前で安定して撃墜していきましたね。これちょっと、キャラ的にどうなんですかね、どっちを出すのか。まあ、内容的にマリオでもいいかなとは、ね、早いな、即決悩む余地なしですね、これは。まあ、ステージ取れるので、そうですね、あ、戦場が残ってたんだ、へえ、あれな、どこ拒否したんだろう今、拒否したんですかね、ライラットなんですかね。まあありえるけどちょっと聞こえなかった、なんだろう前、ライラットクルーズが、はい、まあ、終点とかなんですかね。ぶっちゃけライラットはまあディディ側は拒否るステージじゃないないんですけど、なるほど、まあ自分が苦手っていう感じなんですかね。まあ、このステージは、まあ、それに台によってフォックスの火力が伸びることは有名、そうですね、まあ、あとディディコング側のバーストが多少困難になる可能性があるっていうのはありますね。そうですね、まあバーストに関してはお互い今一緒と一緒なんですけど、やっぱり火力がフォックス側だけ一方的に伸びるっていう、空中へそう一ターンで 50% 全然稼げるんで、あ、これはちょっと難しいですね、かなり難しいですね。ノーシグナルが出る、やばい、大丈夫かな、配信重いな。個人的にはもっと DA パナしてもいいなって思ってるんですよね。なるほど、あの、まあ、
使い手特有のその振り方っていうのはまああると思うんで、一概に話していいっていう話じゃないかもしれないけど、なんかもっと振って良さそうだなってちょっと、まあ、結構フォックスと対戦してても思うけど、思い切りのある DA って結構当たったりしますもんね。そうそうそう、何、まあ、悪い意味で言えば何も考えていないのかもしれないけど、うん、何も考えていないがゆえに対策しようがないっていうのは、ね、そうね、どう考えても見えないところってやっぱあるんで、 そういうところで、まあ、思いつきで振るっていうのも結構、ね、キャラの性能を生かすって意味では大事かな、まあ、どう考えても人間に見える範囲を超えてるんで、そうね。さあパーセント5分なんだけど、まあ、このパーセントだとちょっときついかなと。これは空中への攻撃に、まあ、化けましたね。そうですね、化けましたね。こうなるとやはりフォクセがきついなりますよね。まあ強引にウィスマ通すとか、まさかやっぱ空への空下とか当たっちゃうとまあいいんですけど、ちゃんと多分シナコさんその辺拒否できると思うんで、うまいっすよ、ね、これは大事件ですね。これ許されないですね。これはそう、まあ許されなかったんで、まあ次回作ではなくなったと思う許されない、はい、そのちゃんとしっかりしてた。そうですね、あれは本当にもうあれダメですよ、ね、突発的な事故なんで、突破を通りすがりに、そうですね、そうなんですよ横 B、まあ、刈られると思って下からの時選びましたから、ね、そうね、割と見てからちゃんと刈ってった感が水の子さんありますね。フォックスの対策がちゃんと見えたって感じですね。下投げからさっきと打ってからかなり五分な感じですね。あ、さあ、まあ、これは大丈夫なんだけど、フォックスが不規則視する技がないの、あれね、僕上 B 置きいいなって思ってるんですよ。上 B 置き、はい、あのちょっとまあ試してないんだけど、あれ全打ヒットしない感じですかね。一発でなんかポーンって下行っちゃったりするんですかね。どうなるかちょっと分かんないけど、試してみたいなと思ったら上 B 置きなんだけど、そうそうそう、ね、さあパーセント有利取っていって、こっからっすね、こっからですね、いかにフォックスがバーストできるか。これ上スマ撃墜ラインに入ったんで、崖とかで植木を当てられると、あ、これはおいしい、まあ、ちょっと今受け身も受け身ミスった感が、かなり飛び方難しかったっすよね。切りもんではいなかったっすね。切りもんではいなかったっすね。さあ配信台で音が全く出てないっていうのと、音が全く出てない、大事件、大事件ですね。それは大事件、だいぶ大事件なんですね。さあ視聴者がなんと654人、ありがたい限りですね。トーリーも素晴らしいな、素晴らしいですね。これ前回4人だったんだね。え、何ですか。カウントがバグってて、あーなるほど、そうよ、ずっと4だったっていう、なんか将軍さんがチャンネル開いたのが4人だったみたいな話なのかと思って、悲しいね。そう違う違う違う、そうと、あの先々週のトーリーもんで、そうカウントがバグったのよ。あ、なんか一時期どのチャンネルも、そう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 、で4とかになってて、いや4人しか見てくれないけど俺ら頑張るよって言って、岸留君と一緒にね、あの実況解説してたんで、もう658人になってもありがたい。4人なわけがないんですよ。そう、まあ、いちいち今回はセイノコさん側がステージを選べる。そうね、まあ今フィリップは拒否、多分終点を拒否すると思うんで、終点、まあ、終点、うん、ライラとフルーズ拒否はしないんで、うん、まあよっぽど自分が苦手じゃない限りは、あ、ただ僕はちなみにライラと拒否します。崖が、うん、あの横から復帰できなくなるじゃないですか。ライダーとか傾斜なところがあって、うん、あそこに地上判定の横身になって、うん、着地付きが増える、うん、まあそうね、それはある。ディディコムって飛び落としの空中前とか強かったりするから、はい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 、崖結構きつくなりますよね。おそらくスマムラ、なるほど、うん、これはどういう、まあこれ割とフォックス側が選びたいかなっていうステージではあると思うんですよね。あの実際は、まあ、シンドコさんが選んだんですけど、まあ、それなんでかっていうと、まあ、ディディがやっぱ上に飛ばす技が多く、フォックスは横に飛ばす技、まあ、空母が、まあ、激戦主体なんですけど、そうするとやっぱり上に飛ばす技ってこのステージだとあんまり強くないというか、そうですね、まあ、むしろ横が狭いんでフォックスの空母の方が強くなるかなとは思ってて、確かにそうですね、っていうのは一つと、あとステージが狭いんで、あの割とフォックス側が距離を詰めたい、チャッチ側リードがもしやすくなるって言われるんですよね、ところに対して、あ、これは美味しいですね。あ、めちゃくちゃ美味しい、でかい。ただなんか反転が出ちゃいましたね。なんか反転出ましたね。あ、これは、まあ、これはちょっと難しい。あ、めちゃくちゃましたね今、うん、そうですね、角にちょうど当たる感じでしたね。そう、まあ、フォックス側が攻めるカードなんで、割とこうステージが狭いスマムラの方が、まあ、やりやすいかなっていうことで、個人的にはフォックス側が選ぶステージなんですけど、なるほど、ただまあ1戦目とあのスマムラ取ってるはずなんで、ね、まあ、ここでいけるだろうと
いうふうに判断して、勝ったステージはもう結果が全てっていう意味ではもう正義なんで、そうですね、まあ今かなり優勢、はいはいはい、まあ、水の子さんが得意なステージっていう可能性もありますね。まあそうですね、地上コビが出て、まあ、今崖降りて横コビ出したんですかね。かなりきついですね、ホークス側今。まあこのパーセントはもう一番精神的にこう精神的に、はい、まあ、ディディコングやはり強キャラの中でもかなり立ち回りが硬いと言われてるキャラなんでね、こうやって差をつけられるとどのキャラでもやっぱり来るものはありますよね。宇宙へ、まあ今のはもう回避してたら何も当たるもんなかったっす。ここで空中への空中下引っ掛けてバーストできればかなり美味しいね。割り切ってウエスマンとかガンガン振ってもいいと思うんですけどね。俺はそういうやり方を提唱してるというか推してるんですけど、もう割り切るしかないというパーセント差、まあ、ありますよねそういうのね。そう、もったうまいうまいですね。まあ2回目の崖つかまり行ったとこで、それを狩るっていう選択肢もあったんですけど、その後相手が早く動かなきゃってことこで、あの動いたとこに空母を当てたっていう、そんな感じです、ね。少し反応が遅れて切り替えたっていう感じですね。そうですね。さあこれまあまあわかんないパーセントではあります、ね、かなりね、あの地上で植木を当たったら植木を連入るパーセントではあるんで、このステージでも結構たまにフォックス空中へ空中へみたいな悪さするんですよね。まあうまい、下投げで対応しましたね。ドミッチャクの相手にバナナを投げたときに、はいはいはい、体を貫通して当たらないことが結構多々あるんですよね。おっと、狙っていきましたね。あ、完璧完璧ですね、まあ、今の2択ぐらいでしたかね。あそこでウェビ出しちゃうと結構ルートないかな、まあ、今結構ステージ寄りで多分ちょっとそうね、まあ、おそらくなんか2択ぐらいになるかな。1フレに当たった説ある、多分あるんですよ、はいはいはい、今のだから直行してればおそらくタイミング的に当たらなかった、はい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 、ケース噛んでいた可能性あるんで、でもそういう意味ではおそらく2択だったと思うんですけど、なるほど、